皆さんこんにちは。ハッサンです。今回はモジュラーエンジンに火球を行い、どのように差が出るのかを試していきます。本動画は最適なものを紹介するものではなく、一つの実験結果として、参考までにご覧ください。また今回使用したビークルはあくまで検証用に用意しているものですので、配布などは予定しておりません。ご了承ください。それでは本題に入っていきましょう。今回実験に使用するのは、数年前に製作した、四輪の軽自動車、カノです。純正時のスペックはこの通りです。車重380マスの軽量ボディに、4気筒 NA の小型モジュラーエンジンを搭載した、小型の移動用車両となります。今回は企画のため、エンジンを小型モジュラーエンジンの1気筒に換装します。こちらが換装前の4気筒エンジンです。自然吸気ということもあり、非常にシンプルな機関になっています。こちらが換装後のエンジンです。基本的なエンジン配置は変えずにそのまま1気筒に変えました。では早速走らせてギア比を調整しましょう。空ぶかしの時点でかなり回転の上昇が遅いのがわかります。そこで、エンジンに直結していた発電機を外し、エンジンの負荷を減らしました。この状態でもう一度やってみます。かなり差が出ていますね。では、この状態でギア比を合わせて走ってみましょう。滑走路を使い、アクセル最大でどこまで速度が出るかテストします。4速になると回転が下がってしまいますね。本来であればもう一段負荷を下げ、エンジンの回転が上がるようにしますが、パワーが上がった後を考え、今回はこのままで行います。といった形で、自然吸気の最高速度は、3速の終わり時速 57.02km でした。ではここから火球を行っていきます。最初に、インペラーポンプを使い火球を行います。まず、フルイドポートから空気を取り込み、エンジンから直結している、インペラーポンプで加圧し、エアマニホールドへ送ります。では実際にエンジンを動かしてみます。アイドリングは正常ですね。では空ぶかしです。エンジンの回転が下がり、自動でスターターが動いていますね。火球したことによって既存の関数を挟むだけのマイコンでは空燃費が合わないようです。空燃費はモジュラーエンジンの気筒に視線を合わせると確認することができます。現在は 17.6 になっていますね。モジュラーエンジンの空燃費はガソリンエンジンと同じ 14.7 が理想とされていて、空燃費は空気量を燃料量で割ると求められるため、現在の空燃費 17.6 は燃料の量が少ないということになりますね。では燃料量を制御するマイコンを組んでいきましょう。今回はエンジンの状態を確認しながら調整を行うので、ルアスクリプトを使い、エンジンのモニタリングをしながらルアスクリプト内で制御を行います。ルア内はシンプルで、エンジンの回転数に合わせて燃料の供給量を増やしています。本来は空燃費から適切な燃料量を求めるべきだと思いますが、私には難易度が高く、ゴリ押し制御になっています。それではこのマイコンを使い走らせてみましょう。急を行っても4速にギアが変わると速度が落ちてしまいます。吸気量と燃料量は増えているのでパワーは上がっているはずですが。そこで、インペラーポンプの負荷をギアを介して減らしてみます。もともと直に繋がっていたポンプを、ギアを使い、3分の1の負荷にしました。それではこれで走ってみましょう。
今回は4速でも速度が落ちずに加速し続けることができました。エンジンのパワー自体が低いため、ポンプの負荷を変えるだけでも大きく性能が変わるようです。今回の最高速度は4速 29rps 時の時速 106.92km でした。自然吸気が 57.02km であることを考えると、同じエンジンとは思えない速度ですね。では次は別の加給方法を使いましょう。今回はスモールポンプで加給を行います。こちらはインペラーポンプと違い、エンジンの回転数に加給量が左右されず、安定して加給を行えるのが利点です。また、加給量が一定のため、マイコンを調整してから実際に走らせます。このタイプも4速で速度が落ちてしまいます。空燃費は 14.74 で適正範囲なので、加給量が足りていないのだと思われます。この結果から、スモールポンプ一つではインペラーポンプに性能で劣ることになります。ただし、スモールポンプは直列で配置して流量を増やすことができるため、複数のスモールポンプを搭載できればインペラーポンプと同程度の出力を出すことができるかもしれません。では最後に、今回使った3台を同時に走らせてみましょう。手前から順に、自然吸気、インペラーポンプ、スモールポンプです。スタートの加速は加給量が一定のスモールポンプに分がありますね。しかし、1速の 10rps 以降、加給量が多いインペラーポンプが一気に伸びていきます。そのまま4速でも加速できるインペラーポンプが差を広げていっていますね。この結果から、加給を行うとモジュラーエンジンの性能は大きく変化することがわかりました。また加給の方法によってもそれぞれの特性が現れるため、ビークルごとに適切な加給方法があるものと思われます。今回はインペラーポンプの空燃費制御にかなり苦戦しましたが、モジュラーエンジンの可能性を見ることができたので、とても満足しています。ぜひ皆さんもエンジンの加給を試してみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。